イストオブつくばさつきステージ、今回は鉄ぶさ川山さんのオンボード動画になります。このレースは後の11月3日につながるレースとなります。この動画、川山さんから本人から、提供していただきました。ありがとうございます。おそらく本邦初公開鉄ぶさ動画となります。実はこの5月の TOT 化粧オンボード動画、 H2R 動画と Z1000RR 動画はすでにアップされています。この2本は、概要欄にリンクしておきます。これらの2本プラス元バトル動画を組み合わせると、それはもう最高のエンタメですので、ぜひとも、11月大会前にお目を通しください。ぜひともつくばを盛り上げる川山さんの鉄ぶさストーリーを見ていただければなと思います。予選は鉄ぶさがポールポジションでしたが、予選2位の渡辺和樹選手は予選では本来のスピードを発揮できなかったようで、決勝では、どこまで戦えるかが注目です。また TOT を沸かせる H2R 水本選手も不気味な存在です。チーム輝間は全日本のドレスではドカティを使用して沸かせておりますが、それ以外の活動はメーカーの枠にとらわれず活動されています。炎は5月大会は TOT 行けませんでしたが、11月は行きたいと思ってますので、それはまた動画楽しみにしてください。さあ、いよいよスタートです。決勝12周約12分と短いですが、タイヤも垂れてくるし、ドラマがそこにあります。ショットは鉄ぶさでした。例年この第一ハッピーで飛び込んでくる新庄選手は今回欠場。後方からハイクロが来るのは渡辺和樹選手の Z1000RR です。和樹選手動画、三つ本選手 HR 動画もチェックしてください。これがまた本当に面白いんですよ。各ライダー、各マシンの特性がよく出た展開になってます。それを目を通した上で、その割に金山さんの視点で見ていきます。オープニングラップ、まずはポールの鉄ぶさが逃げ落ちます。ですが簡単に逃げられないことは当然分かってます。とはいえ、クリアラップですので、前に出てベストの走りをして逃げようかけます。鉄ぶさは鉄ぶさにハヤブサエンジンを積んでいます。そのエンジンもライドウィンチューンでパワーが出ておりますので、この低速からの立ち上がりも丁重にシフト操作しないと暴れます。ダウンシフトもありませんので、減速時はハンクラッチで操作します。この大きな車体を川山さんは丁寧に操ります。ハイクリクラスは大胆に乗っているようで、各ライダー繊細な操作をして走らせています。前に出ます。この勢い、あの速度差はスリップを使ったものではなく、単純に馬力差によるもの。今回も H2R を直線でかわすことは難しそうです。さあ、ここからは H2R スーパーチャージャー号をどこでかわすかということを観察にかかります。立ち上がりは結構きれいに立ち上がります。序盤タイヤが新しい時は H2R もかなり鋭い立ち上がりを見せます。弱点があるとすれば、このアジアコーナー立ち上がりから第2ハッピー進入までの部分、 HR はラインが厳しそうです。ただアクセルオンになるともうやっぱりさようならです。一体何なんですかね、この加速は。鉄ぶさもすごい馬力出てるんですけれども、この離され方、
合わせて直線でいけるか。完璧な立ち上がり、ここまではついていける。こっからの加速が伸びる。最終コーナーもきれいに立ち上がるので、1コーナーでのパスは難しい。ただ1コーナー立ち上がり、 S 字区間も S2R はラインが何かあって厳しそうですね。さあアジアコーナー、早めに向きを変えて第2ヘアピンに向けてまっすぐ。さあこの繰り返しのブレーキで前に出ます。さあここまであっという間、早くも6周目中盤です。元バトルダイブチャンネルで見れますが、超接戦の5台のバトルになってます。ビッグバイクでのこの狭い筑波での5台のバトルは迫力満点です。ここで渡辺選手が前に出ます。今回はね、勝負どころがこのトラということでしょう。クロスラインで前に出ます。バックストレートはね、やっぱり抜いてきませんよね。最終コーナーからの加速も絶望さは悪くありません。全然速いです。この車両の立ち上がりのエンジン音ですぐ近くにいることが分かります。ただしバックストレートで抜かれるのは H2R だけですね。もうエンジンの音がね、ガンガン聞こえます。高速も近くにいるようです。最終コーナー綺麗に立ち上がる。和樹選手が飛び込んできますが、完全にオーバースピードでクリップが取れません。レースは残り5周です。あっという間です。最終コーナーショットでミスったか。ここからエンジン音がちょっとでかくなってます。さあここで H2R に抜かれます。やはりね、後半戦スプログレート区間は H2R の方が速いんでしょうか。ちょっとしたミスも許してもらえません。全くレースが読めません。から鉄武さん、アウトから Z 戦 RR、 すごいバトルです。さあバックストレート、 Z 戦 RR との差は
が4速に上げたところから一気に加速灯に追いつきますね。とはいえ大きなあれの最終コーナーは Z10RR のバス以上の方で曲がります。また1コーナー飛び込むのはやはり加速選手を得意のドリフトが入ってくる。ただ飛び込むことができてもやはりクリップが取れない。対して SR 鉄道車は飛び込んでグッと止めて曲げてパワーに任せて立ち上がりするライン。しかしエグい加速します。加速口も ZX10R のエンジンなんですけれどもね、マッスル系の H2R やハヤブサエンジンはなかなかかなわないですね。さあ残り2周、さあもうここからはゴールする瞬間に前に行くように組み立てをしなければなりません。さてここから勝負ラインで、もう完全に S2R はタイヤがきつそうです。残り1周で手痛いミスをしてしまいました。さあストレートアウトかな、でもなかなかリスクを取らない。さあラストラップ、仕掛けます。 S 字で際どい、おまてさ最後の勝負どころはみんな狙ってます。ちょっと距離があるか、鉄武さんも入るし、その前の和樹選手もラインを外してます。S2R もラインを交差させてくる。さすがにラインがきつかったか。さあそのまま最終コーナーを回り、12周のチェッカー鉄武さ加賀山選手にチェッカーとなりました。まあ、登場しなかったですけど4位5位のイエローコーン号も僅差でつけてますし、ハーキュリクラス超激戦ですね。そして5秒後ろには初参戦ウカーさん CB が、事前にはね新庄 ZRX も出てくるでしょうし、11月の神奈月ステージが楽しみです。筑波名物のチェッカー後のフラッグショーオフィシャルの方々にも感謝です。今回この動画加賀山さんからいただきました。優勝した Z1000RR の動画も H2R 動画もウェブ上にアップされており、元バトルライブの動画もあり、このレースに関しては完全に網羅されています。この加賀山さん鉄ぶさオンボード動画でもう完璧です。秋の金月ステージも鉄ぶさ出場しますし、新たなパッケージも参戦してきます。11月のレースを楽しむためにも間違いなく優勝争いするであろうマシンのこのオンボード動画は最高の素材です。ぜひともね11月の3日はハーキュリークラス見に筑波に来ることをお勧めします。またね炎の動画チャンネル登録もよろしくお願いします。